everyone. Today, we are going to cook yakisoba sushi, grilled mackerel sushi. Yakisoba sushi is a regional dish of Wakasa, Fukui, Hokuriku. It is a sushi made from locally made hamayaki mackerel and rice. Traditionally, the seafood of the Japan Sea has been transported from Wakasa to the Imperial Palace of Kyoto. Mackerel was an indispensable food for the Gion Festival in Kyoto.We will also make tatsutake of mackerel. 友人から釣ったサバをもらったのでお料理します。背中から包丁を入れて3枚におろします。では焼きサバ寿司を作りましょう。3枚におろしたサバのフィレに塩を振ります。ペーパータオルに置いてしばらく置いておきます。そして下味のタレを用意します。大さじ1杯のお醤油と大さじ2杯のお酒を混ぜ合わせます。15分ほどしたらサバの表面の水分を拭き取ります。サバの生臭さが少なくなります。そしてタレにつけて15分ほど置いておきます。炭火の上に焼き網をのせます。加熱しておくと焦げ付きにくくなります。少量のお酢を用意します。サバのフィレのタレを拭き取ってお酢をハケで両面に塗ります。これは焦げ付きにくくするためです。皮目を下にして焼きます。焦がさないように気をつけて反対側も焼きます。福井の若狭湾は日本海のサバの産地です。中世より若狭は京都へ魚を供給していました。若狭のサバは古くから京都の晴れの食事として供されてきました。牛の荷車にサバを積んで運んだ道がサバ街道と呼ばれました。昔は焼きサバと塩サバにして運びました。若狭で採れる焼きサバと米を使って焼きサバ寿司が生まれました。焼きたてはもちろん冷めても美味しい焼きサバ寿司です。きれいな黄金色に焼けたらお皿に取ります。では寿司ご飯を作ります。炊きたてのご飯2カップ分に 60ml の寿司酢を合わせ、冷まして1時間ほど置いておきます。そして山椒の実の佃煮を混ぜます。巻き簾の上にラップを広げます。焼いたサバを皮を下にしておきます。その上に甘酢生姜をのせます。200g くらいの寿司ご飯をのせ、手で形を整えます。寿司ご飯とサバをラップで包みます。巻き簾を使って
しっかりと形を整えます。焼きサバ寿司のタレを作ります。サバをつけていたタレにみりん大さじ1杯を加えて加熱し煮詰めます。このくらい煮詰まったらタレをお皿に取っておきます。では焼きサバ寿司を切ってみます。包丁は1回ずつ濡れ布巾で濡らします。寿司のタレをハケで塗ります。これで出来上がりです。次にサバの竜田揚げを作ります。サバのフィレを食べやすい大きさに切ります。竜田揚げとは肉や魚に下味をつけて片栗粉をまぶして揚げたものです。漬けダレを用意します。小さじ1杯のおろし生姜と大さじ1杯ずつの醤油とお酒を混ぜ合わせます。サバの切り身の上にタレをかけ混ぜ合わせます。揚げる直前に片栗粉をまぶします。油の温度は170°C くらいです。ではサバを油で揚げていきます。サバは日本では縄文時代から食べられていました。イワシと並んで最も多く食べられているお魚です。日本人はサバをはじめ背の青い魚を好んで食べてきました。サバにはオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。日本食が健康食と言われる理由の一つかもしれませんね。サバは塩焼きや竜田揚げ、しめサバなど料理法がたくさんあります。カリッと揚がったらペーパーに取ります。お魚の骨まで柔らかくなります。レモンをあしらってお皿に盛り付けます。焼きサバ寿司です。さあできました。どうぞ召し上がれ。旅立ちの朝に作れるサバ寿司を携えてくれし母のぬくもり。